私美味しくないんですよ、はい、クワガタの方がまだちょっと美味しいですね。昆虫食べなきゃいけないってそんな贅沢なことを言うんじゃないよって思いますね。フジテレビ清水俊博のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法、仕事のスキルをスキルに、仕事好きの清水俊博です。様々なゲストの皆さんから仕事に役立つノウハウや考え方などを伺っています。今回の仕事好きはタレントで作家の篠原かおりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の仕事好きマイスターは作家タレントの篠原かおりさん。慶応大学大学院卒業後、現在は日大大学院に在籍して動物文学を中心に研究中。生物をこよなく愛する生物オタクとして、驚異の知識量と独特の切り口、語り口が注目され、テレビ、ラジオ出演、 SNS や雑誌連載、講演などでも活躍されています。もう昆虫大好き。大好きですね。ミステリーハンターのイメージが強いですけど、まあ、それも動物とか、はい、こう昆虫とかで売ってられるんですよね。そうですね。ほとんどこの人間の文明というよりは人間の文明がないようなジャングルの中を駆け回るようなことが多いので、はい、うん、昆虫、動物、端から端まで何でも大好きですね。昆虫をこよなく愛する理系女子っていう感じになってますかね、はい、そうですね。あの今は結構その理系から離れて社会学とか文学とか幅広い方向から昆虫を研究しているんですけど、大学院の修士課程までは分子生物学を専攻してました。実際にどういった昆虫とか動物を飼われているんですか。今飼っているものとしては、あのどうしてもその海外ロケが多い中でペットホテルとかに預けられる動物ばかりではないので、うん、2週間留守番ができるタランチュラだけ飼ってるんですけど。なるほど。タランチュラの、まあ、餌として今家にいるものとしてはゴキブリがいて、はい、4月にあの蚕が家に届くんですけど、今までで飼ってきたものでいうと、はい、それこそゴキブリをメインに400匹とかしていたこともあれば、クワガタの中でもイラハノコギリクワガタって大きいものと、色虫って言われるパプア金色クワガタ、虹色クワガタっていうようなキラキラしたクワガタ、あとはとにかくドブネズミをたくさん飼ってましたね。ドブネズミ、はい、これだけもうね、昆虫とか動物を愛されてる、ね、はい、篠原さんからこう昆虫とか動物に学ぶ仕事術みたいなのがないかなっていうことをちょっとこの後で聞いていければと思うんですけど、はいはい、その前に普段あのミステリーハンターの他にこう、はい、フジテレビューの中でこう記事を書いていただいて、はい、最強カリカリレシピは何かとか、はい、昆虫食の今ってどうなってるのかみたいなあたりをこう、ね、書いていただいてて、どれもすごい面白いなと思ってるんですけど、ございます。そういったこう昆虫食っていうと、はい、記事の中では食べたことのない昆虫はほぼないみたいな、はい、そうですね。昆虫種類が半端じゃなくて、例えばこう細かい種で考えていくと、はい、もう地球の7割8割は昆虫なので、はい、それで食べ尽くしたかというと到底そこはたどり着かないんですけど、はい、多くのあんまり昆虫、まあ、そんな好きじゃない方、はい、興味のない方がこの虫食べたことあるってあげられるような虫は大抵食べたことがあるかなと思います、はい、例えばカブトムシはとか言われると、カブトムシ美味しくないんですよ。そうなんですね。もう地面そのものというか、はい、クワガタの方がまだちょっと美味しいですね。へえ、違うんですかそれって。そうですね、幼虫の多分生育環境が違うので、はい、カブトムシは落ち葉が腐ったものを食べて成長しているので、はい、種類によってはヤシの木の汁をすすって生きるようなカブトムシの幼虫は美味しいって話を聞いたことありますね。へえ、と痛そうだけど、じゃあカマキリとかも。カマキリはそんなにこう癖がないというか、ニュートラルですね。あとはカマキリに関しては、カマキリに卵を漬け込んだお酒とかも、いろんなものを漬け込んだお酒の中ではミントリキュールっぽい感じです。サクサクに揚げてしまえば、はい、確かにそれは美味しそうな感じが、はい、そうなんですよ。魚はここでよりはるかに優しいので、今ちょうど桜散ってきて、はい、お花見だったりとか桜を楽しみにされてるかなと思うんですけど、桜が散ってきて葉っぱが出てくると、こうモンクロシャチホコっていう桜キムシって言われるようなガの幼虫がついてくるんですけど、これが絶品で、はい、そうなんですか。はい、桜の木の下とかで取材してるのが僕ちょっとつながらないに入ったことありました。めっちゃ美味しいんですよあれ。あ、そうなんだ。あれなんかうわーってなったけど、うわー美味しそうってやればよかったですね。本当にそういう勢いの美味しさなんですけど、まあ、もちろん昆虫で加熱は必要なんですけど、そす、ねはい、実際その毛とかがやっぱキムシなんで、はい、でここにポトッと入ったりすると、はい、その貝殻だったりとか、そういうリスクもあるんですけど、うん、桜餅の味がするんですよ。はあ、なるほど。あんことか、はい、こう日本的な甘めのものに相性が良くて、はい、ご飯とかも結構合うと思いますね。香りがすごく良くって、はい、これ本当にその辺の取って加熱さえすれば、まあ、基本的にはどこの桜キムシ食べても大丈夫ですか。桜キムシに関しては大丈夫ですね、はい、うん、強い毒を持って、それこそ忍者とかが暗殺に使ってたと言われるような毒を持つものも、まあ、極小数いたりとか、うん、スズメバチの毒とかって加熱でなくなったりしないので、そういうものもあるんですけ ど、 大半のものは食べようと思えば食べられるっていう感じで、ただ食べられるだけぐらいの味のものもたくさんあるんですけど。へえ、美味しい虫ってのちゃんとあるんですね。ありますね。
昆虫食もう未来を救うみたいに言われたりするの、はい、まあ、そんなにスーパーフードでもないみたいなのがフジテレビの中で書かれてましたけど、そうですよ、やっぱりそんなでもないっていう感じです。そうですね、選択肢として存在するっていうのは良いことで、食べてみたいって気持ちも、特に日本人のこんにゃく芋だったりフグだったり食べてみたいという欲求すごい強いなというのは感じたので、食べてみたい人はぜひ食べてほしい。ただその各国古今東西食べてきた歴史っていうのはあるんですけど、とりわけすごい効果がある、何らかの薬効があるとか、すごく健康にいいですっていうこともなく、何でもないただの食材なんですよね。なるほど。飼育効率もものすごくいいわけではない、どんどん良くなっていく気はすると思うんですけど、良くも悪くも何でもないというか、個人的には2個注目できる点があるとすれば、宇宙食として宇宙で食料を生産していくっていう上で、宇宙で他の動物が子供を産んでその増やしてってことが現状難しいんですよね。昆虫は蚕を持ってたんですけど、蚕は次の世代増やすことができたので、宇宙で生産できる食としての可能性はあるなっていうのと、あとはその人畜の共通の感染症、今鳥インフルエンザとかもたびたび心配されていると思うんですけど、人と虫があまりにも遠く離れすぎているので、あまりその共通の感染症を持たないっていう、そのリスク管理しやすいタンパク源っていうのは一つ注目できる点かなと思いますね。じゃあ少なくとも今日明日食料が不足してるからコオロギ取らなきゃとか、はい、ザザムシ食べなきゃとか、まあ、そんな状況にはならないし、そんなに日本全国で食べられてないのは、まあ、別に他に食べ物いっぱいまだまだあるやっていう、そういうところなんですかね。食料費、今いろんな対策があると思うんですけど、多分もう今すぐコオロギしかないという状態になっていたら、どうせ地球は終わりますよって感じでなるほど、はい、昆虫食って結局今高級食材なんですよね。あ、そうですね、地域として、はい、今どんどん虫も減ってるので、はい、あらゆる昆虫は100年以内に絶滅する可能性を秘めてるって言われるぐらいやってるので、そんな昆虫食べなきゃいけないって、そんな贅沢なことを言うんじゃないよって思いますね。なるほど、はい、昆虫とか動物好きだからこその知識かなと思ったら、フジテレビューの中ではこうカリカリの謎みたいな、はい、本当の食べ物のカリカリと、はいはい、最強のカリカリってなんかベーコンのカリカリとかね、はいはい、そういったこうカリカリについて研究を、ね、されてたりとか、はい、今どんな研究を普段メインでやられてるんですか。そうですね、もともとはハチの子のタンパク源も含む植物性タンパク質とか、はい、あの動物性タンパク質とか、うん、食と健康っていうのをテーマにしていたので、うん、食の興味の範疇の中にあって、はい、あとはその一部に昆虫食があったって形でやっていたんですけど、どうしてもマウスを使ったような生物学実験っていうと、あの2週間留守にしたりするっていうのがなかなか難しくて、修士課程までは頑張ったんですけど、博士課程このまま仕事と両立させていくのはもう現実的じゃないなって思って、いつかまたどこかで戻れたらいいなとは思うんですけど、世界中どこにいても研究できるものがいいなと思って、ミツバチとカイコがその神話とか民話とか、あとはその人の歴史の臭いという中で人がどんなイメージを虫たちに持っていたんだろうっていう研究をしてます。蚊とか蜂とかのね、つながりみたいな話今ありましたけど、はい、昆虫や動物に学ぶ仕事術みたいなことって何かありますか。はいはい、もうそれこそ蜂で言うと、はい、あのまあ、ミツバチって人間に似たようなその社会性を持った昆虫で、分業制で自分の役割を自分の仕事としてやって、みんなでその社会を回していくっていうような生活をしているので、うん、一番こう参考になるかなと思うんですけど、ミツバチの生態の中ですごく面白いなと思うのが、蜜を集めてきて、いい蜜と悪い蜂蜜っていうのがあるんですけど、例えば適当に近場で、まあ、この蜂の蜜でいいかって思って持ってきたものの質が悪かったとしたら、蜜を受け取る係の蜂がいるんですけど、こういい蜜を優先させるので、手抜きして適当に持ってきてもそこでその待たされてしまうので、頑張っていい蜜を探してくればすんなり受け取ってもらえて、そっちが優先して早いので、仕事はこう期限とかそのコスパじゃなくって、質を求めてやった方がかえって最短距離なんだなっていうのをそこから思いましたね。やっぱりミツバチの中でもサブ2種で近くでいいやみたいなのがやっぱりいるんですか、その性格みたいな。昆虫の性格とか個体差っていうのは、はい、個体差があることは間違いないんですけど、はい、今めちゃくちゃ研究中というか、昆虫に感情はないでしょ、心はないでしょって思ってた時期が長すぎてなかなか進んでなかったんですけど、最近ようやくマルハナバチの若いオスの個体ごとよく遊ぶとか、はい、遊ぶって行動するってことはもしかして昆虫って心があるんだって、新しい昆虫のことが分かり始めてるんですけど、人間から見た時にも怠け者と働き者っていうのはありますね。もう一つ参考にした方がいいなと思うのは、はい、忙しい蜂と忙しくない蜂では寿命が格段に違いますね。へえ、そうなんですか。忙しい忙しくないっていうのは繁忙期であるか繁忙期でないかなんですけど、はい、やっぱりその花がたくさん咲いている繁忙期の蜂っていうのはだいたい寿命2ヶ月とか3ヶ月とかなんですけど、はい、さほど繁忙期じゃないと働き蜂に関しては半年程度と言われてます。要するに繁忙期じゃない方が長く生きられるんですか。そうですね、
と。蜂ですら働きすぎはこう体にくるので働きすぎは良くないなと、ほどほどにやっていきたいなと。なるほど。質も大事だけど、はい、こうワークライフバランスですね、うん、蜂に確かに学んだ方がいいですね、うん、もう目の前にあるからもう働き続けたらもう寿命を短くしちゃうことになるわけなんですね。これ昆虫の話でしたけど、はい、動物とかもなんか同じように学べることってあるんですか？そうですね、動物は仕事以外の人生全体に言えるかなと思うことがあるんですけど、はいはい、うん、リスって秋にたくさん木の実を集めておいて、はい、いろんなところに収納しておいて冬眠するんですけど、リスの冬眠って結構クマとかと違って、クマは完全にもう春まで排泄もしないぐらい寝続けるっていう冬眠なんですけど、はい、リスはうとうとしていて、たまに起きてその隠した木の実とかを食べてっていう生活をしているんですけど、リスがいろんなところにこう木の実隠して結構忘れちゃうんですよ、隠した可愛いですね。全部場所把握していた方が、はい、リス的にはたくさん食べられはするんですけど、うん、でもリスがこのうっかり忘れ物をすることによって、うん、そのリスが残したいくつかの木の実から芽吹いて最終的にリスを守っていくような、次の世代にリスを育むような森を作るので、うん、リスの物忘れっていうのも、まあ、無駄じゃないというか、もう結果的にそっちの方がリスにとってはいいんじゃないかということがありまして、うん、目の前で食べちゃったら終わりだけど、そうなんですよ、それがもう未来に続く自分の家ができるわけですもんね。そうなんですよ、子孫も使える、子孫に残せるような、うん、忘れておくことっていうのも日常で必要だなと思っていて、うん、私は結構いろんなことにチャレンジする方なんですけど、はい、やってあ違うなって思って、うん、すぐに飽きちゃったりとか、もう忘れてやめたりすることもたくさんあるんですけど、うん、結局何が芽吹くか分かんなくって、うん、全部に結果を出そうと思って、隠したものを全部回収しなきゃって思ってると、うん、多分その帰って辛くなってやりきれなくなっちゃうだろうなって思うので、うん、いくつかはいつか、まあ、芽が出てなんか勝手に森になってたりするんじゃないのっていう気持ちで、うん、気にしすぎないで自分の十分な範囲だけでやっていけばいいんじゃないのかなっていうのを思ってます。恋する昆虫図鑑ですね、はいはい、それもなんか恋愛を昆虫の中で学ぶみたいな、はい、やっぱりこうご自身の生活の中で昆虫ならどうする、動物ならこうなんかこう乗り越えるんじゃないかって考えられることって実際あるんですか？どちらかというとその昆虫動物から学べることって、うん、あまりにも違うこう生態を持ちすぎているので、うん、生物がちょっとかじって、はい、人とか、はい、私は生物学的におかしいみたいなことを言うことがあるんですけど、うん、学べば学ぶほど何でもありであることが分かるっていう、そういう意味でいろんなケースがあるから自分もこうでいいんだっていう、まあ自分はこういう生き物だしって思って、うん、なんか自分でその腑に落ちることができるっていうような面で生かしてたりしますね。なるほど。今回の学び、最近話題の昆虫食は実は贅沢品、実用化されるのはまだまだ先の未来かも、ちょっと楽してサボってしまうと結局自分の首を絞めてしまう、自分の失敗が思わぬところでポジティブに転じることも、失敗の後の切り替えが大切。皆さんは昆虫食に対してどういったイメージを持っていますか？コメント欄で教えてください。いやもう本当に昆虫と動物の話聞いてこれ多分3時間ぐらいちょっと続くかなと思って、もうちょっと後編の方ではあの篠原さん自身が、まあ、どうしてこう昆虫好きになったのかなっていう部分も含めて、はい、ライフチャートを使いながらちょっとお話を伺えればと思ってますので、はい、皆さんもチャンネル登録しながらお待ちください。こんなに可愛がられた私が一番下だってって思いながら、なんかそのうまいことできなくて、ただどうしてもいいか分かんないっていう状態で過ごしていたので、その時も本当に学校との激しい争いって感じで、校長先生が雲隠れしたりして、自分のした仕事で誰かを傷つけたくないし、特にこう自分と似たような人が希望を持ってるような